本日のゲストはなんとすごい方にお越しいただきました。松岡修造様です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ウルトラソウルです。ウルトラソウル。本気出していこう。本気出していこう。おめでとう。素晴らしい。よろしくお願いします。いや違うじゃないですか。あれ、本当に松岡修造さんですか。いや、そりゃそうでしょ。だって、ファブリーズまであるんだから、間違いないでしょ。いや、ラジオでファブリーズだと。いや、除菌できるんだから、これ間違いないでしょ。これ松岡修造でしょ。いや、持ち歩いてるんですか。もちろんね、もちろん、ね、僕は基本的には心に除菌をっていつも言ってるんで。いや心が汚れてる人間がやっぱり世の中多いんですよ。だから、そこに自信を持てない人間に対して、心に除菌。おめでとう。いやちゃんとファブリーズ、すごいファブリーズ、ちゃんとファブリーズかける、いい香りがしてきます、うん、だからここ僕は大体5回ぐらいかけるんだけど、やっぱ機械があるから1回で済むってちゃんとコートをわきまえてるわけ、ちゃんとコート、はい、迷惑かからない、そうそう、当たり前当たり前というわけで改めまして本日のゲストはお笑い芸人の小庭さんです。よろしくお願いします。今日僕はこの格好してる時には小庭っていう戸籍がなくなるんで、よろしくお願いします。戸籍がなくなるんですか。この世からなくなってます。もう完全松岡修造って戸籍しかありませんから。いや松岡修造さんのモノマネをされてる小庭さんじゃない。いや違います。そういう小庭という人間はもういなくなりましたから、この瞬間よく自分で自分の存在をいやもういらないです。僕の存在なんかはっきり言って、もう意味申し訳ないけど、この格好してる時に小庭っていう存在価値ははっきりと必要とされてないんです。もう年間のサンミュージックのお金の動きとして松岡修造という人間の動きでお金が回ってますから、はい、コニアという売り上げは一つもありません、はい、今大変そうですもんね。いやそうです。謝罪だけはいくらでもできますので、よろしくお願いします。なるほど。ではコニアさん、失礼しました。はい、松岡修造さんはお願いします。はい、モノマネちなみにおいくつぐらいできるんですか。あ、じゃあここもうコニアに戻るわ。めんどくさいから戻るわ。いや僕はちょこちょこできるけど、できるけど、なんかすごく自分の魂を入れてモノマネするのは 1,2,3,4,3 とかぐらい、4つ。あ、そうなんですか。うん、できるんだよ。表面的にはできるんだよ、いくらでも。かっこいい。いくらで、例えばジュニアさんとかも好きだしやるんだけど、はい、ジュニアさんもやってる人は、例えばジュニアさんだったら、はい、高松さんやったっけ、めっちゃお金持ちやんか、もう知ってるんやけど、とかって、こんなのができるの。すごい、すごい。こんな表面的なのはいくらでもできるんだけど、僕はそういうの好きじゃないからやらないだけ。今の魂こもってなかったんですか。じゃ、魂こもってないって言い方すると、ちょっと語弊があるから、おかしいんだけど、松岡さんとかのやり方からしたらっていうことね。誰やってる人もいるし、そうなんか自分がこうなんかもう乗り切ってそのやりたいっていうとこまでは行ってないんだよ。そういうのがあるんですね。僕の中ではね、僕はもうモノマネの芸人さんっていう感じじゃないから、はい、自分の中で。なんですか。だからもう憑依してるから、その瞬間、その瞬間は、はい、だから松岡さんでいるんだね、はい、自分の中で。憑依できる方他にどなたがいらっしゃる。例えば、まあ、石橋貴明さんとかさ、はい、高さんだったら例えば、はい、また狭いスタジオ、俺さフジテレビとかで番組持ってんのにさ、よくこういうところに呼んでさ、俺を、しかも今日ノーギャラっていうじゃん。お前ふざけんじゃねえよっていうとか。いや私今本当に怒られてる気分になる。ね、そういうのあったらいくらでもなんかやりたいんだけど、うん、なんかモノマネ芸人さんみたいに数をたくさんできるっていう感じじゃないから、僕はモノマネ芸人さんでも自分のこと思ってないしね。あ、そうなんですね。そう、レパートリーが、そうあるってもやんないって。あとちなみにもう一つ。今、はい、ちょっと自分の中ですごい好きなのがゴン中山さんって、はいはいはい、中山さんのモノマネが好きで、はい、例えば中山さんだったら、高松さんね、僕ね、日本代表っていうのはもっとね、こうアグレッシブに、まあ中山のように中山に行くべきなんですよとか、憑依してましたね。そう。なるほど。もうやっぱりスポーツがお好きなんですね。まあスポーツ好きだね、本当に。どのくらい見られるんですか、年間。だから松岡さんのモノマネをさ、はい、してると、松岡さんはあの人はオリンピックのキャスターやってるから、はい、もう全部の種目を知ってるわけ、はい、だから僕も基本的には全部の種目を見るわけよ、で現場も去年でどれくらい行ったんだろうな、数えきれないほど行ってるよね。しかも全部自腹で行ってるからね、うん、例えばサッカー野球とかも含めて、それだけじゃなくてレスリング、体操、モータースポーツも見に行ってるし、もうモータースポーツに関しては仕事もやってるし、あとは何行ってるかな、バレーボール行ってるでしょ、はい、ビーチバレーも見てるでしょ、ビーチテニスも見てるでしょ、あとはっていうぐらい、もう自分でも数えきれないぐらい、そんなに行かれてるんですね、うんうん、アスリートの中も超多いし。あ、そうなんです。例えば、はい、まあ、この前だったらサッカーの牧野選手とかと飯食ってるし、はい、すごい、アントラーズの選手もいるでしょ、はい、今日本代表の合宿とかに入ってる庄司選手っていうアントラーズのディフェンダーの選手とか、はいはい、あとは日本で今一番ランキングが高いビーチバレーの溝江さやかさんの人とか、はい、去年の世界水泳で、シンクロの
シンクロナイズスイミングの、はい、まあ、日本のメダル取ってる人たち、乾さんとか中村さんとか、そういう方々とか吉田くるみさんとか、そういう方と飯食ったりとか。何話すんですかそこで。いやだから僕はもうスポーツ、もうだからもう松岡さんみたいになってんだよその時にね。カツ入れるんですか。いやカツじゃないカツじゃない、もう喋ってんだから、はい、インタビューみたいに、報道ステーションのインタビューみたいに喋ってそう。だってすごいよ、乾さんなんて、はい、僕が着いた時にあの、すいません遅れましたっつったら、メダル7個ここにかけて銅メダル7個かけてえーっつって、はい、これ全部取ったやつじゃないですか、はい、って6個か7個ぐらい一人で取って、はいはい、それを持ってたりとか。いやそれはなんギャグなんで、いやだからすごいね、みんなすごい面白い。ロンドンオリンピックで柔道の銀メダリストの杉本美香さんっていう人だとか、はい、杉本さんなんか僕飯食った時にメダル見せましょうかっつってメダル見せたら、はい、もうさ、こういう袋の中からさ裸で持ってくるんだよはいとかっつって、いやはいじゃないわっつって、それでかけさせてもらったりだとか、そう。あとはラグビーの選手か、はい、ラグビーの選手はまだご飯食べたことないんだけど、今年の、あ去年の、はい、あ今年去年か、去年のワールドカップあったでしょラグビー、うん、はい、ワールドカップで日本代表に選ばれてる堀江翔太さんって選手がいるんだけど、はい、その人は今サンウルブスっていう、はい、あの日本のスーパーラグビーに参加してるサンウルブスっていうチームでも主将やってるわけ、その選手と僕つながって、で小庭さんと、僕たちはミーティングの前にモチベーションビデオって言ってビデオを見るんだと。モチベーションビデオ、そう、はい、だからあの先輩のOB の方だとか、はい、そういう方々の言葉を聞いて、うん、そのモチベーションビデオみたいなのがあって、はい、でそれを見てから僕たちは試合に臨むんだと。小庭さんのそのモチベーションビデオいただけませんか、はい、っつって、すごい自撮りだよ、一人でこっち側に向けさせてカメラを、自撮りボタンを押して、はい、一人で自宅で撮って動画を送ったの、そしたらもうみんなは気づいてる人は気づいてんだよね、はい、僕がやってる。だからその堀江翔太選手っていう選手は、はい、モノマネをしてる人って言わずに流してたらしいんだよだから本物だと勘違いしてる人が何人かいましたよって話をしてて、僕の予想では多分ね、日本語がわからないエディ・ジョーンズ監督は完全に勘違いして書いてたと思うんだよ、今イギリスの監督やってるから。 そんなことのつながりが超多いわけ。すごいです、考えられないでしょ、はい、ただ最初お笑い芸人さんとして始めた人間が松岡修造さんのモノマネを8年やってたら、日本代表クラスの人と飯を食ったりスポーツのことを喋ったり、はたまたワールドカップ、ラグビーのワールドカップのモチベーションビデオまで作るんだからそんなこともされてるんですか。いやだから作るっていうか、だから頼まれるんだもん。あすごい、うん、いやしかもスポーツの解説もされてますよ、ね、そうだよそうだよ、スポーツの解説までできるぐらい見るんだもん芸人さんにスポーツの解説任せようって思わない。だから僕はもう芸人と肩書きはさっさと捨ててるわけ、もうスポーツジャーナリストだよ、もう完全にスポーツジャーナリストなんですか。そうだからあの、はい、芸人って言った時に僕反応しないから、芸人の笑い芸人の小宮さん、誰ですかそれって言うからね、お笑い芸人これさじゃ誰ですかそれいやいやいや、スポーツジャーナリスト小宮さんよろしくお願いしますって言うからね、そうよ、だから本当にそんな感じなんです。そうだよ。じゃあ気になるんですけども、うん、東京オリンピックの時の見どころ的なところとか、ね、まずね、東京オリンピックの、はい、まあ、見どころはまず、まあいろいろ出てるけどさ、会場がどうなっていくかっていうのは少し一つ楽しみだね。いやどうなんですかね。いやだからいろんな問題がありますよね。いやいろんな問題出てるよ、はい、だから結局もう分かりやすく言ったら、大人の皆さんがお金儲けをしたい大人の皆さんの、うん、もう喧嘩に僕たちはただ巻き込まれてるだけなわけよ。そうですね、確かに。そう、僕はもうこれ全然ノーカットで流してもらって構いませんけど、はい、大丈夫ですかスポーツジャーナリストとして全然、ね、いやでも そうだと思うわけ。それはもうみんな国民の人も分かってるわけ、うん、言っちゃえばいいんだよそんなの、うん、お金儲け実はしたいんです私たちはとか言っちゃえばいいんだよでも言わないからみんな うやむやなんかその、はい、もやもやするわけ、はい。でもスポーツってやっぱりクリーンなイメージだから、それこそだからテニスで言ったらシャラポワ選手がああやって記者会見を実はしたの知ってる？わかんないです、ね。まあ、この撮影日が今3、はい、え4月じゃなくて3月、今日は何日だっけ、9でしょ、9日ですね。で、まあ、ちょっと放送日と違うけど、はい、その前日ぐらいにシャラポワ選手が、はい、ちょっと禁止薬物を使ってしまった、はいはい、多分気づかないで使ってたのかわかんないけど、僕は記者会見ちょっと全部見なかったから、うん、でもそういうちゃんと記者会見をちゃんとしてたりとかするわけよ、はい、スポーツの選手って、はい、でそれこそ相撲の時だってそうじゃない、はい、いろんな賭博があった時にああいう風にもう賭博になったらもう明らかにお客さんが減ったりとかする、はい、で野球だって今賭博の問題が出てきてて、うん、渡辺恒雄さん辞任したりでしょ、はい、だからそういう風にスポーツは完全にクリーンなものとしていろいろ進行していくから、うん、だから確かにそういう部分でなんかいろんなものが明確になっていかない限りは、はい、多分日本人離れ自体しちゃうと思う。東京オリンピックで日本で開催してるのに、はい、日本人自体が別にスポーツを見なくなる可能性ももしかしたらあるかもしれない。ああ、
スポーツに対するなんか拒否感、うん、拒否感が出てくる、。だって今さ、うちのタレントでさえそんな拒否感が出ちゃってんだからさ、三年生とかね。ね、そうなんだよ。それは否めないです、ね。そうだから本当に正直にものを言っていかなきゃいけないわけよ。だから、はい、だから多分僕だってこうやってスポーツ好きだとか言ってても、何かちょっと変なことが起きた時にはもう正直に変なことをしちゃいましたっていうのが多分絶対普通なんだよ。うん、それでスポーツに関わっていいかどうかっていうのを判断してもらうのは多分国民の皆さんとか、はいはい、そういう関係者の皆さんが決めてもらうことだから、はい、自分が決めることじゃないんだよそんな、はい、なるほど、そうすごいそれは思うまず、はい、だからこの4年間もう4年しかないんだよ。そうですね。おい今年よし、いいかリオオリンピックなんだぞお前らな。でその2年後にはピョンチャンオリンピックがあるわけ、はいはい、でその前年には今度ラグビーのワールドカップを日本で開くわけよ。そうか、2019年、はい、かもうね8910とスポーツのビッグイベントが、はい、とにかく日本を巻き込んだスポーツイベントがあるのにもかかわらず、はいはい、今の段階でこの状況っていうのははっきり言うけど、多分スポーツのそのなんだろうな、スタジアム自体も完成しないんじゃないかなって僕は思ってるわけ、正直ね。なんかよくそのアフリカとかで開催されるときに、うん、なんかまだ1週間前なのにできてませんみたいなキャスターの人が言ってて、なんかいややっぱりなんかこう、まあ、途上国とかやるとこういうことになっちゃうのかなとか思ってたら、うん、日本でもあるんだなっていう、ある可能性あるよ全然今の状況だと。だって未だにまだお金の話してるわけじゃん。いやそうですよね。でさらに、いや聖火台が今度建てられないっつって、木製の椅子を作るっつったら聖火台が建てない、バカ野郎っつって、火使うの分かってんだろお前っつって綺麗ななんか漫才の振り落ちみたいな。いやそうなんだよ本当に。あすいません、あの分かってなかったっす、気づかなかったっすみたいな。そしたらもうはたまた言ったらもうギャグでさ、松岡修造さんがその椅子にも座れねえじゃねえかって話になるじゃん、熱すぎるから燃えちゃうんじゃねえかこの椅子みたいな。もうそこまで言っちゃってもおかしくないぐらいのこと今言ってるわけよ本当に。ダメだよね、だから、ね、いやそうですね、僕はぶっちゃけ言うと、うん、あのダメって言えちゃう。あの現場で戦ってる人間の方と食事をさせてもらったりするから、はいはい、あのまあ一つの例で言うと、例えば今年の、リオで、はい、まあ、ビーチバレーの選手と僕は食事会をした時に、はい、その水上選手っていう方と食事会をした時には、はい、あのものすごい今盛り上がりなんだって、うん、やっぱリオもう今年あるし、うん、なるほど、でなんでかって言ったらビーチバレーだとかバレーボールだとか、はい、サッカーは国技なわけ、はい、あのそうするとやっぱりみんなそこに対してのやってくれるよねやってくれるよねみたいな感じで、うん、もうものすごい熱があるわけで、その期待感のまま選手の方々が聞いてくるんだって、はい、東京はどうなのね、さやかさんって言うんだけど、さやか東京はどうなのっていう言い方をしてくるんだって、はい、だけどさやかさん的にはなかなかこうその盛り上がりという部分を感じられないから、まあ、世界各国回ってるしね、なるほど、日本だけの情報が入ってこないっていうのもあるし、日本の現場にもなかなかいないっていうのもあるから、あのこうなかなか言えないんだって、こう今すごい盛り上がってるって言い方を正直に言えなかったりするんだって。でこの前もちょっとあのパラリンピックの選手とちょっと、はい、まあ少しだけだけどちょっとお話をする機会があって、はい、僕は質問をしたんです、はい、あの柔道の初瀬さんという方なんですけど、はい、ハツさんね、あの僕は2020年のパラリンピック、ものすごい実は不安を抱えていると、はい、なんでかって言ったら、まずパラリンピック自体日本人の方々の興味がどこまであるのか、はい、うん、例えばテニスで言うとあの錦織圭選手にものすごい興味あるけど、はい、例えばもう錦織選手が活躍する前からずっと活躍をしている国枝慎吾選手という車椅子のテニスプレーヤー、はい、この人はグランドスラムという、4つの大きな大会を取ってたりもするぐらい、はい、すんごいプレーなわけ、はい、でフェデラー選手がいや日本のテニスってのはまだまだなんですよ、錦織くんぐらいしかいないんですよみたいなこと言っても、いや何を言ってんだと、はい、日本には国枝がいるじゃないかっていうぐらいすごい選手なわけ、なあのフェデラー選手が言うぐらいの選手なのに、はいはい、じゃあ国枝選手のことをどれくらい知ってる人がいるかって言ったら、なかなかこう知らない人もいるわけ、私も存じ、ね、知らないでしょ、はい、もう日本の車椅子テニスっつったら上地結衣ちゃんっていう女の子と、うん、あの国枝選手、この二人はもう半端じゃなくすごいから、錦織くんが残した成績より、錦織選手が残した成績よりもとんでもない成績を残してるわけ、本当に世界ランクも含めてね、はい、だけどそういう部分でやっぱり日本人の関心が、僕の目の前にいるこの高松奈良さんっていう、ね、うん、人自体もやっぱりパラリンピック の, その選手を知らないわけよ、うん、やっぱり僕の中では、うん、あの国枝選手というのはに日本の中でも誇るパラリンピアンだと思ってるから、うん、でもそれでもやっぱりこういうふうに知らないっていう現状を考えると、やっぱりパラリンピックがものすごい僕は不安をしてると、うん、どういうふうにしたらやっぱり初さんみたいなパラリンピアンの人がどういうふうにしたら日本の人というか2020年パラリンピックっていうものを成功できるかって言ったら、まあ、やっぱりルールを知るだとか、やっぱりルールを知らなきゃやっぱりもう見る
なんだろう、見方がわからないから、まず見てらんないと。なるほどと。でやっぱりルールを知って少しテレビも含めて何かどっかで見たっていうものをがあったら、今度はやっぱり現場に来てくれ。やっぱりね、現場に来てもらわない限りは何も伝わんないんだよ実は。もちろんテレビの中継で伝わることもいっぱいある、はい、でも現場に行ったら現場に行った時のしかわからないことがたくさん実はあるわけよ。テニスで言ったら例えば楽天ジャパンオープンという、はい、まあ、テニスが毎年日本で行われる、はい、でそれに行くと何をしてるかって言ったら、松岡修造さん本人がずっとマイクを持って喋ってやってるわけ。知らないでしょ。知らない。テレビに映らないから松岡さんがずっと喋ってるわけで、そこに行くと僕が松岡さんに会いに行って、松岡さんって言って、お前何やってんだって言われるわけ。それは現場に行った人間しかわからないわけ。そう、そんなことがいっぱいあるわけ で僕は例えば浦和レッズの試合、はい、牧野智樹さんとか、はい、柏木陽介さんとか、はい、いろんな知り合いの選手いるから浦和レッズの試合見に行った時にも、はい、浦和レッズが勝ったら歌を歌うわけよ、はい、こうやってみんなで肩を組んで歌を歌ってる、はい、それを、牧野さんとかを中心にこう歌を歌ってるところに、はい、僕がこうってこのシャツを着て手を振ったりすると、はい、牧野さんたちは手を振ってくれたりするわけ、そうすると牧野さんとかが手を振ってるからみんな誰か有名人が来てんのかなって上向くんだけど、はい、僕のことを気づいてない人間が多いから大体上の方を見ちゃう、みんな見ちゃうっていうね、スルーしていくっていうことです。うん、悲しい。そうそうそう、悲しい。だからね、そういうことはもう現場に行かないと分かんないわけよ。そんなやり取りがあったんですか。そう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 、だからそういうふうにして結局現場に来てもらうためにはどうすればいいかっていうことを日本の人たちにもっともっとナビゲーションしていかないと、あの多分絶対にオリンピック自体に多分見に行く人が多分少ない気がする。そんなに見に行かれてたらやっぱりこう感動するような場面とかにも立ち会ったりとかされます？感動する場面か、そうだな、なんだろうね、雰囲気なんだよねやっぱりね、感動するような、はい、なんか雰囲気とかそういうのはあったりするから、なんだろうね、あります、これはこう忘れられないなとか。現場に行った中だと、はい、そうだな、僕はだいたいその例えばさ、はい、なんかの決勝とかさ、はい、そういうのは別に見に行かないんだよね、はい、行けるときにとにかく行くから、はい、なるほど。だからさ、例えば卓球なんて見に行ったことないでしょ。ないですね。卓球の全日本選手権なんか見に行くとすげえのが、はい、東京体育館を使うんだよ、はい、東京体育館に20面ぐらい全部卓球台があるんだよ。あ、結構だから、そんな置くんですよ。だから感動のしようがねえんだよ。わかる。その僕は伊藤美誠選手って、はい、伊藤美誠選手っていうのと平野美宇選手って、はい、美誠って言われてる中学生のコンビ、はい、まあ、今度高校生に上がるんだけど、はい、今度のこの前の世界卓球でも、はい、銀メダルを取ったんだけど、のあの一番ちっちゃい女の子いるでしょ。あ、15歳の。そうそう、あの子と僕は実は写真も撮らせていただいて、はい、自宅まで伺わせてもらってんだよ。で LINE でもやり取り、してるし、でその美誠さんの、まあ、あの相方であるダブルスを組んでる美宇さんとも僕はつながってるから、はいはい、みうみまちゃんが、みうみまさんが、1回戦を、ダブルスでやるときに、僕は見に行かせてもらってね、はい、ちょうど手前のコートやったけど、20何面あるからさ、はい、もうさ、ところかしこで全部試合やってるわけ。なるほど、うん。そうすると、感動してきましたっていうのは、僕はテレビの方が多くて、やっぱりそれはね、決勝とか見に行ったりとか。あとはね、これは、わーっていうのは、はい、競泳を見に行った時に、はい、去年の全日本選手権の競泳を見に行った時に、もう少しで世界記録が出そうになった場面を見たことがあった、はい、平泳ぎで200メートルで、それは尾関選手っていう、はい、選手がいて、尾関選手が200メートルの、はい、やってた時にもうあと1秒もなかったんじゃないかな、世界記録のバーがこうやって尾関選手ちょっと超えてる状態でこうやって進んでたんだけど、うん、そういう場面とか、その時はもうね、もうみんなガヤわわわわやばいやばい出るみたいな感じの雰囲気はあるけど、あ、そうなんですね。そうこの雰囲気は多分現場に行った人間じゃないと伝えられないんだよ、うん、この全ザー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 ってしてる感じとか。なるほど、すごいですね。そのもう若手の、うん、これから活躍されるって人にも注目されてるんです。そうよ、だって今もう本当に10いくつのことかの情報もいくつか知ってたりするし、そのみうみまさんの話も出ましたけど、他にこの選手は注目すべきだって方とかいらっしゃいますか、うん、この選手にはぜひ今後も実績、まあ、僕はバスケットをずっとやってた人間だから、はい、バスケットで言うと今ねハーフの男の子で八村塁君っていう子の男の子がいるんだけど、はい、この子は軽くダンクをしていくわけよ。どういうことですか。普通にダンクを普通にガン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 するわけ、高校生だよ。
高校生なんですね、うん、で高校生の、まあ、日本の大会とかでも、はい、例えば冬の全国大会とかで2連覇したりだとか、はい、で今卒業彼はしてって次アメリカの今大学に行くんだよ。へ、うん、だそういう選手とかは日本代表にもう候補にも普通入ってるし、はい、代表候補普通に普通の大人の人たちとね一緒のグループに入ったりするし、高校生なの、そう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 、まあだからそういう選手がいたりだとか、あとはまあやっぱり競泳とかだと今度まあ4月の今度は2日からだったっけな、全日本選手権、はい、要はオリンピックが決まっていく全日本選手権が始まるんだけど、はい、それとかだともう去年の世界水泳で金メダル取ってる渡辺佳菜子ちゃんとか、はい、あとは誰かな、あと池江璃花子ちゃんっていう、池江璃花子さんっていうね、はい、もう今その子の15歳ぐらいでバン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 日本新記録出してる女の子だとか、へ、うん、日本新記録を日本新記録出してるの、へ、そうすごいよ本当に。競技は何、競泳の、彼女は何に出るっつったっけな、メドレーじゃないよね、バタフライじゃなくてなんだっけ、なんかでも新記録をたくさん出されてる、普通に多分自由形と、はい、自由形とバタフライ出るって言ったかな、はい、多種目出てるわけよ、しかもすごいですね、うん、そうよ本当に、信じられないですね。だからなんかね、はい、なんだろうな、スポーツをこうさ、はい、見るっていう体制が、だって高松、ね、さんなんて普通に、はい、サッカーを本当やってたよ、ここじゃない、はい、マリノスユースでしょ、はい、やってましたね、マリノスユースでやってた女の子でさえも知らないわけよ、スポーツのこと。そうですね、あんまりでしょ、そう、そうですね、関心がない。で、なんでかって言ったら関心がないって今言ってるじゃん、はい、これが大事で、関心がないっていうのをどう関心を持たせるかっていう。だって向こうの人たちってアメリカとかね、例えば、うん、もう分かりやすく言ったらアメリカ、うん、NFL のスーパーボールっていう、はい、アメリカンフットボールのスーパーボールって決勝みたいなんですね、はいはい、10万人来るわけよ、すごい、スタジアムが埋まるわけ、10万人 で、多分それはどの会場でも多分埋まるんだよね、うーん、で、さらに、一番高い席とかは何百万とか、何百万じゃ聞かないんだよ、多分プレミアシートなわけ、超がつくほどのプレミアシートなわけ、プレミアシートって何百万ってすごいですね、何百万以上行くんじゃない、もしかしたら、何千万かもしれない、もしかしたら、でそれだけみんな見たいわけ、その日その時しか見れないものを、はい、があるっていうのが分かってるわけ、はい、でも日本ってやっぱりそういう空気感じゃないんだよね、スポーツってものに対しては。それはやっぱり僕たちが呼吸するのと一緒の感覚ではなくて、例えばあこの人が出るから見に行こうっていう感覚じゃなくて、やっぱり東京ディズニーランドに行く、じゃあユニバーサルジャパンスタジオに行く、はい、じゃあ野球見に行くみたいな、要はそのイベントの一つの枠組みなんだよ。だけど向こうの人たちってもうそうじゃないんだよね、野球がそこにありますぐらいの感覚なわけ、公園がそこにあります、はい、野球がそこにありますっていうので、まさに遊びに行く感覚で行くんだよ、だけどうちらって、ね、例えば6000円とか払わなきゃいけないとかって思いながら行くじゃん、はいはい、そうじゃないんだよね、もうね、だからそれをフットワークは軽いんですね、そうだね、フットワークは軽いって問題じゃないんだよ、多分呼吸と一緒なんだよ、だから呼吸なんですね、うん、だって普通に野球を見に行ってる感覚がなんて言えばいいのかな、すごく言葉で伝えづらいと思うんだけど、はい、ボールパークって言い方をするの知ってるかな、野球場を向こうでは。分かんないです。こっちは野球場でしょ、はい、場って書くでしょ、はい、あくまでも野球をするとこでしかないんだよ。でも向こうはボールパークって言い方をする。なんでかって言ったらやっぱりまさに本当に公園なんだよね。そこに行けば誰かがいますとか、そこに行けば何かこう楽しめますみたいな感覚を持って彼らは向かってんだよね。なるほど、そうそうそう、だからママさん友達がいるという感覚で、はい、野球友達みたいなのが多分行ったりする。なるほど、認識が全然違いますね。全然違う、だこういう風な認識を少しずつ植えさせていく作業だとか、逆に日本人の方々に合ったようなスポーツの、会場の来させ方、うん、昔に比べたらそれはラグビーとかもいっぱい来るようになってるし、はい、テニスだって、でもね、テニスだって錦織君の試合しか満杯になんないんだよ。なるほど、そんなもんなんだよ、女子の試合とか僕見に行ってもすっかすかだからね。あ、そうなんですね、うん、平日でも錦織くんの練習を見に8000人が埋まるんだよ、はいはい、だけど平日でも、平日でも、でもその他の試合すっかすか、こういう現状を分かってない限りは多分何にも変えようがないわけよ、うん、なるほど、ありがとうございます、うん、本当に楽しいお時間だったんですけど、そろそろ
お時間が短すぎんだ、いい加減しろ本当に。ウィンブルドンからここに来るまでに何時間かかったと思ってんだよ。今日ウィンブルドンから当たり前だよ、ウィンブルドンから走ってきたんだから走ってこられた、当たり前だろ本当に。はい、大変申し訳ございません、ありがとうございました。告知などございましたら、毎週月曜日、はい、9時54分からフジテレビで食いしん坊万歳という番組やってます。いやいや、何ですか。それと、10時45分頃から、報道ステーションという番組、毎週月曜日松岡修造のコーナーということで、あのスポーツのこと皆さんに熱くお伝えしますので、ぜひ。そしてあれとファブリーズよろしくお願いします。はい、違う、わかりました、ありがとうございます。はい、そしてですね、この番組では番組に関する感想やゲストへの質問を募集しております。来週のゲストは篠原香織様です。宛先は7@hypersports-mw.jp nana@hypersports-mw.jp となっております。またツイッターでもハッシュタグ考えるお嬢様をつけてぜひつぶやいてください。詳しくは番組のホームページをご覧ください。というわけでありがとうございます。本日のゲストは小庭さんでした。ありがとうございました。どうも、松岡修造でした。ありがとうございました。ありがとうございます。この後 K の取材に行ってきます。おめでとうごきげんよう。高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんよう。